初恋国木田読歩。僕の14の時であった。僕の村に大沢先生という老人が住んでいたと仮定したまえ。いやさ、事実だが試みにそう仮定せよということさ。この老人の頑固さ加減は立派な漢学者でありながら誰一人相手にするものがないのでわかる。地毛の百姓を見てもすぐと理屈でやり込めるところから軽して遠ざけられ、狭い田の黒でこの先生に出会う者はまず一丁先から避けてそのお通りを待っているという次第。先生ますます得意になり、眼中人なく大手を振って村内を横行していた。その家は僕の家から山頂とは離れない山のふもとにあって、夜間ばかしの小さな造りながらよほど風流にできていて、庭には樹木多く草花なども種々植えていたようであった。その頃40ばかりになる下男と12歳になる孫娘と、たった3人。よそめにはさも寂しそうに、また陰気らしゅう住んでいたが、実際はそうでなかったかもしれない。しかるにある日のこと、僕は一人で散歩しながら計らずこの老先生の宅のすぐ上にあたる丘へと出た。何心なく向こうを見ると、大沢の頑固老人、僕の近づくのも知らないで松の根に腰打ちかけてしきりと書見をしていた。そのそばに孫娘がつくねんとして遠く海の方を眺めているようである。僕の足音を聞いて娘はふとこの方へ向いたが、僕を見てにっこり笑った。続いて先生も僕を見たが、いつもの通り怖い顔をしてみせて、持っていた本を懐へ入れてしまった。その頃僕は学校のガキ大将だけにすこぶる生意気で、少年のくせに大沢先生の威張るのが尺に触ってならない。いつか一度はあの頑固じじいをへこましてくるようとちょこざいなことを考えていた。そこで、先生、今読んでおられたのは何の本でございますとこう尋ねた。何でもよいわ。お前、またそれを聞いて何にすると力を込めた低い声で押し付けるように問い返した。僕は孟子が好きですから、それでお尋ねしたのでございます。と急所をついた。この老先生がかねて孟子を攻撃して、師書の中でもこれだけは決して我が家に入れないと公言していることを僕は知っていたゆえ、意地悪くここへ論難の口火をつけたのである。ふん、お前は孟子が好きか。はい、僕は非常に好きでございます。誰に習った？誰がお前に孟子を教えた？父が教えてくれました。そうか、お前はバカな親を持ったの。なぜです？失敬じゃありませんか。人の親をむやみにバカなんて。と僕は躍起になった。黙れ、生意気な。と老人は底光りのする目を怒らして一喝した。そうすると黙ってそばに見ていた孫娘が急に老人の袖を引いて、おじいさん、帰りましょう、お家へ。ね、帰りましょう。と優しく言った。僕はそれにも頓着なく、失敬だ、非常に失敬だと叫んで我が満身の勇気を示した。老人は忙しく懐から孟子を引き出した。孟子を。空、ここを読んでみろ。と僕の目先に突き出したのが例の「君真を見ること剣馬のごとくんば」すなわち真の君を見ること黒人のごとしうんぬんの句である。僕はかねてかくあるべしと語していたからすらすらと読んで「これが何です？」と叫んだ。お前は日本人か。はい、日本人でなければ何です。異敵だ、畜生だ。日本人ならよく聞け。君足らずといえども真もって真足らざるべからずというのが洗脳の教えだ。君真を使うに霊をもってし、真君に使うるに忠をもってす。これが孔子の言葉だ。これこそ日の本の国体にかなう教えだ。さあ、これでも貴様は孟子が好きか。僕はこう問い詰められてちょっと文句に困ったが、すぐと「そんならなぜ先生は孟子を読みます？」と揚げ足を取ってみた。先生もこれには少し行き詰まったので、僕は畳みかけて「つまり孟子の言ったことは皆悪いというのではないでしょう。読んで益になることがたくさんあるでしょう。僕はその益になるところだけが好きというのです。先生だって同じことでしょう」と小賢しくも弁じつけた。この時孫娘は再び老人の袖を引いて帰りを促した。老先生は静かに立ち上がりさま。お前、そんな生意気なことを言うものでない。益になるところとならぬところが子供の頭でわかると思うか。今夜、宅へおいで。いろいろ話して聞かすから。と言い捨てて、孫娘と共に山を降りてしまった。僕が高慢な老人をへこましたのか、老人から自分の高慢をへこまされたのかわからなくなったが、ともかく少しはへこましてやったつもりで宅に帰り、このことを父に語った。すると父から非常に叱られて、早速今夜謝りに行けと命ぜられ、聴者を恥ずかしめたというので、こんこん節憂された。その晩、僕は大沢先生の宅を初めて訪ねたが、別に謝るほどのこともなく、老先生はいかにも親切にいろいろな話をして聞かして、僕はなんだか急にこの老人が好きになり、自分のおじいさんのような気がするようになった。その後、僕は毎日のように老先生の家を訪ねた。学校から帰るとすぐに先生の宅へ駆けつける。老人と孫娘の愛子はいつも機嫌よく僕を迎えてくれる。そして外から見るとは大違い。先生の家は陰気どころか甚だ快活で、下男の助けはよくおどけを言う面白い男、愛子は小学校にも行かぬせいかして少しも人連れのしない、何とも言えぬ奥ゆかしさのある可愛い男。老先生と来たらまるで人の良いおじいさんたるに過ぎない。僕は1ヶ月も大沢のうちへ通ううち、今までの生意気な小賢しい風が次第に失せてしまった。前に話した松の根で老人が本を見ている暇に、僕と愛子は丘の頂の岩に腰をかけて夕日を見送ったことも幾度だろう。これが僕の初恋、そして最後の恋さ。僕の大沢と名乗るわけも従ってわかったろう。お疲れ様でした。皆様こんばんは。こんばんは。ちょっとタイミングが。菊池家リビングシャター。はい。今回も無事にやってまいりました。はい。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。10月、はい、第3週でございます。はい、はい、明日から我々は本番でございます。そうです。はい。まあ、そんな中でございますけれども、はい、今回の作品紹介しましょう。はい、はい、第131回の作品でございます。はい、国木田独歩の初恋でございました。なんでしょう。はい。国木田。これね、私間違えて独歩って言ってたけどね、独歩なんだ。そう。いや私はですね、国木田独歩だと思ってたんだけど「独歩」って言ってたから「あ独歩なんだ」と言って私本当に思い込んでた。あそういやいや大変な間違いをしました。緑さんが国木田独歩とだから自分は「あ俺が間違ってたんだ」俺はずっと国木田独歩だと思ってたけど「あいや分かんないもんだな俺」って思って、私全然知らなかったので。そうなんだ。はい、間違えてしまいました。国木田独歩ですよね。独歩ですね。もう皆さんね、よくご存知と思いますが、私が知らなかったということで大変申し訳ございませんでした。はい、ということで、国木田独歩さんなんですけど、この方もキクリビ初登場でございます。そうですね。はい。国木田独歩ってでも小説家だったんだよね。そうそう。なんで？あんまりなんかそういうなんでも何をなんだろうね、小説家か。どういう人として知ってるの？いや、なんか政治家かなと思って。本当？でも小説家なんだね。うん、小説家ですね。はい。で、まあ小説家でもあり、編集者としても有名な方で、今もある婦人公論ってあるじゃないですか。あれをまあ創刊した方なんですよ。そうなの。そうなんです。それも知らなかったですね。だからまあ編集者としてもとても優秀でいらっしゃったんですけれども、まあ一方で小説を書いてまして、はい。ということでこの初恋なんですけれども、その国木田独歩さんのまあ結構初期の作品で、でこの方は自然主義文学っていうね、とにかく自然をそのまま書く、要するにこう美化したりね、飾ったりせずそのまま書くっていう、なんか自然主義っていうのがあったそうなんですけど、まあそれの作品で有名な方なんですけど、この「初恋」はそのちょっと前にまだロマン派という作風だった頃、もうちょっとこうなんか恋愛をねこう美化したりとか、ちょっとこうまあ初恋もそうですけどね、こういうこうテイストのものを書いていらした時代の作品でございます。はい、でこれ初恋なんですけれども、まあやっぱりね、まあ何て言うんでしょうね、こう可愛らしいというとあれですけれども、まあ少年の、まあ幼い頃の思い出を語りつつ、最後にちょっとこう ひねったというかね、あなるほどっていうものが出てくるので私は好きだった、ということです。まあでも途中でちょっと難しいのが入ってきたりとか、孟子とか孔子とか入ってきたりして、それでまあこの話もずいぶん前から知ってたんだけど、そこら辺がちょっと難しいなと思って今まで手をつけなかったのですが、今回まあ頑張ってやってみようということでございました。どうでしたか？いや、初恋っていうね題名でどういう初恋の話かなと思ったらおじいさんは出てくるし、うんと思って、一体どこで初恋になるんだろうと思ってたら最後にっていう感じでしたね。そうですね。大沢先生のお孫さんの愛子さんとの初恋の話なんですけど、最後の最後に言ってることの意味はわかりますか？大沢になった私はだから向こうに入ったことじゃないの。そうですそうですそうです、その通りです。おじいさんと孫娘だけで住んでるから、だから向こうに入ったわけですよ。そうですそうですそうです、その通りです。そこがまあ一番最後の最後にまあ出てくるというところが、まあ私はちょっと面白いなと思ったということでございます。でやっぱりね、この孔子とか孟子とかの教えが出てくるじゃないですか。やっぱりちょっとね、そこに触れないわけにはいかないということで、ちょっとざっとですけどね、どういうことなのかをご説明いたしますと、まず最初に出てきた孟子さんの「君真を見ること剣馬のごとくんば」すなわち「真の君を見ること黒人のごとし」っていうことなんですけど、これは主君が家臣を飼い犬や馬のように扱うならば、家臣もまた主君を道端の人のように見てご恩など感じなくなるということで、やっぱりその、主君も家臣も、お互いをね、尊重して大切にしないと、うまく国は回りませんよと。大事ですね。っていうのが、孟子さんの言葉なんですね。で、その次に大沢先生が言っていた「君足らずといえども真足らざるべからず」っていうのは、主君に徳がなくて主君としての道を尽くさなくても臣下は臣下としての道を守って忠節を尽くさなければならない。要するに上がダメでも下は上に使えるべきだと。これが日本の教えだと、大沢先生は言うわけですね。だから孔子は「君真を使うに礼をもってし真君に使うるに忠をもってす」というこの孔子の言葉は、主君は、ルールに従って臣下に接し臣下は主君に忠実な心を持って接するっていうのは、孔子さんの言ってることなんですけど、この「礼をもってし」っていうことを、国木田独歩さんはその、礼っていろんな意味があるらしくって、そのルールに従って要するにその大切にするというよりも、主君は、その決まった通りに臣下を、扱い、でも臣下はもう忠誠を主君に尽くすべきだというふうに国木田独歩さんは解釈したそうで、だからほら孟子さんは上のものも下のものを大事にせよみたいなことを言ってるけど、孔子さんは上のものはルールに従ってやってれば OK で、でも下のものは忠誠を尽くさなくちゃいけないっていうね、ことで、その違いがあるから、日本はやっぱりその上のものはもうどんな能力がなくても上のものなんだと、それを分かっていたとしても下のものはそこに使えなくてはいけないというのが、日本の教えだから孔子の方が日本に合っているっていうふうに言った、ってことなんですって、大丈夫ですかね伝わりましたか？わかりました。わかりました。ざっくりと。ざっくりとね。そういう意味で、大沢先生とその僕のねやり取りがあったということなんですよね。ちょっとこの辺りはなかなかね本当の意味とかわからないですけれども、その当時の人たちはねこうやってその孔子とか孟子とかを学んで。上に立つ者の心構えみたいなものを得得していったということなんだと思います。なるほど。そこはねそんな感じの意味で、そう言われるとなんか流れはわかるかなと思うんですけれども、初恋っていうことでね、ちょっと可愛らしいなんかほのぼのみたいな感じのね作品なので、読んでいても楽しく読めましたし、時間もね10分ぐらいなので、朗読するには程よい感じで、これはねおすすめでございます。なんでしょう、一つの物語として一応最終的に帰結するところが面白いし、中身もねいろんなことがあってちょっと難しいことなんかも出てくるけれども、でも基本はその僕とおじいさんのやり取りなのでね、とても話としては分かりやすいかなと思いました。もしね興味持っていただけましたら、朗読なんかするんでもねとてもいいと思いました。と思います。ぜひご活用ください。ご活用ください。ということで今回は国木田独歩さんの初恋でございました。ということで。我々いよいよ明日からみどラボボリューム18春金賞公演、明日初日でございます。まだまだお席ございますので、もしよろしければですね、直前でも、はい、ご一報いただければ、はい、はい、お席取れると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。まあ本当にね、出演者皆さん頑張って、いい作品作ってきてくれました。はい、一人でもね、多くの人に見て何かを感じてもらえたらなと思っておりますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ということで、はい、次回はもう11月。11月ですよ。あちゃ。あっという間に冬だね。いやなんか本当この頃寒かったりね、なんかいい季節がね、本当に秋が短いそんな感じがしますけどね、皆さんね、体調にはくれぐれも気をつけてお過ごしくださいませ。はい、ではまた次回まで、さようなら。